はい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。いやー、今元気に喋ってますけど、まあこれ精一杯なんですよ。なんでかっていうと、昨日ワクチン打ってきまして、今絶賛副反応で倒れております。はい。もうね、ベッドから動けへんような状態で、左腕に打ったんですけどね、案の定、筋肉痛みたいな感じで、左腕も全然上がらへんくてね。熱そんなないんですよ。熱そんなないんですけど、寒気がしてしんどいんですよね。だから、今この精一杯のテンションで話しております。はい。今日は8月2日ですね。底辺 YouTuber の底辺ラジオ、今日もやっていきたいと思います。前ね、去年の10月ぐらいだったかな。コロナワクチン2回目打ちまして、その時は結構かなりきつい反応が出たんですよ。打ったその日の夜から熱が出まして、で、次の日も学校行けんくなって休んだんですよね。まあ、それぐらいきつかったんですけど、今回まだマシですね。こうやって元気に喋れてるんで。はい。では今日のお話しするテーマなんですけども、無事にテストも終わりまして、まあまだレポートは残ってるんですけど、まあ、テストも終わりまして、心配事はちょっと減った感じですね。なんで今日はちょっと学校のことからは一旦離れまして、日常、まあ、僕、ちょっとトークテーマをね、またAI の質問箱に委ねたんですけど、そしたらですね、昔と比べて性格は変わったのかというトークテーマが出てきましたので、今日はそちらを中心に話していきたいと思います。まあ僕は皆さんも YouTube をやってる時点でわかると思いますけど、っていうか、僕の動画を見てくれたらわかると思うんですけど、僕は陰キャなんですよ。うん、はい。生まれながらの陰キャなんですよ。ほんで、あんま幼稚園の時は記憶ないんですけど、幼稚園の時はね、割と友達の中でも身長が結構高い方で、足も速くて、なんやかんやで、なんていうのかな。まあ、キャラは陰キャであるけど、クラスの中心みたいなところにおったんですよ。幼稚園の時はね。僕もあんま覚えてないんですけど、そうらしいです。ほんで、小学校時代はほんまに陰キャでしたね。ほんまに陰キャでした。いじめられっ子でしたし、まあ、そのいじめっ子たちは現在和解して仲いいんですけど、まあ、確かにね、小学校の時はなんかね、めちゃくちゃ陰キャでしたね。小4からバスケ部入ったんですけど、バスケ部の中でもとりわけ陰キャな方でですね、まあ、みんなが仲良くしてくれたから助かったんですけどね。はい。ただそのバスケ部の中でも、僕なんやかんやでなんかジャンプ力が高くて、なおかつ、僕が身長高いわけじゃなくて、周りの子がちっちゃかったんで、必然的にそのセンターというポジションを任されるんですね。バスケやってる人やったらわかると思いますけど、センターで。まあ、ところどころパワープレイとかもやらされるわけですよ。まあ、それも難なくっていうか、まあ、普通にもなんか、それをできるのが、僕とあと他に数人しかいなかったんで、まあ、貴重な役割として重宝されましたね。はい。ただ、バスケ部時代の思い出となると、僕はドリブルで、ね、ドライブして突っ込んで、で、最後にこけるっていうね、シュートまでいかれへんのですよね。で、ファールもらっても、フリースロー2本とも外したりするんで、あんまり得点力にはなってないんです。得点力にはなってないんですけど、まあ、リバウンドを取るとか、ね、ディフェンス面では貢献していた頃もあったかなと。一回ね、ファール4回やっちゃってね、退場になりかけたんですけど、その時めちゃくちゃ危なかったですね。まあ、ギリ耐えたんですけどね。まあ、そんな思い出があります。で、中学校の時はね、ひたすら変態でした。陽キャでも陰キャでもなく、ただの変態でした。はい。もう、中学校の時はもう、なんていうんかな、目立つために何でもしましたね。なんか、大げさにこけてみせたりとか、まあ、大げさに叫んでみたりとかね。あとは、ひたすらアホなことやってましたね。アホな友達とアホなことをやって、まあ、それはそれでめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もう僕人生で一番楽しかったのは中学時代ですよ。部活もちゃんと野球部ちゃんとやってたんですけど、まあ、野球部もね、いいチームで、まあ、時折対立はしますけど、それでもいいチームでね、春の、最後の、3年の春の大会で、市の大会ですけど優勝したりとかしてね、いいチームやったんですけども、それ以上にですね、アホな友達とアホなことをするのが、楽しかった中学時代ですね。で、中学時代はほんまにね、なんかもう、人生の、なんていうの、グラフみたいなのがあるとして、ほんならもう上に触れたり、下に触れたりの繰り返しでね、もうすごい怒涛の3年間やったんですね。まあ下に触れることの方が多いんですけどね。まあ例えば、中学時代にね、2人の女の子に合計7回振られてるんですよ。これもなんか一部、僕の友達の中ではこいつやばいやつやみたいになってるんですけど、僕は一人の女の子に2回告白して、もう一人の女の子に5回告白したんですよ。これ絶対ね、話したら惹かれるんですよ。まあ当然ですけど、その時はね、もう僕頭おかしかったんで、もう行けるまで行ったろうみたいなね、そういう変な根性があったんですよ、中学時代。ただそれを経験してからの高校時代ですよ。また高校時代陰キャになりましたね。はい。コミュ力は上がりました。女子と喋る力はものすごく上達しましたけども、それでもですね、まあ、高校時代は陰キャでしたね。まあ、一回1年の時に学級委員みたいなのやったんですよ、僕。ただね、クラスの子たちもみんな陰キャでですね、陰キャの中で派閥ができていくんですよね。それをまとめるのがいかに難しいか。ほんま難しいです。めちゃくちゃ苦労しました。なんかもう、高1を経験して、もうなんか二度と学級委員なんかやらんぞということで、もう高2、高3はひたすら仲いい友達とひたすら遊んでたっていうね。まあ高2のクラスは結構楽しかったですね。結構みんな仲良くしてくれて。で、高3になるとですね、まあ、僕がクラスで唯一のオリックスファンやということで、まあ高3の時ちょうどね、オリックスが優勝したんで、僕は一躍なんていうのかな、持ち上げられたわけですよ。オリックス優勝おめでとうみたいなね。あの時は楽しかったですね。最初ね、阪神ファンのコーラが暴れてたんですけど、4月とかね、すごかったですよね、去年の阪神。ただ、オールスター終わって秋、8月とか9月ぐらいになってくると雲行きが怪しくなって、逆にオリックスがあるんちゃうってなったんですよね。もうあの時ほど楽しかったことはないですね。はい。で、まあそんなこんなで、まあ特に受験勉強をせず楽しく過ごしていたわけですけども、まあ最後の最後ぐらいちょっとだけね、勉強しまして。で、大学に、まあ第一志望は落ちましたけども、同志社に入ることができまして、同志社に入ってからね、なんかコミュ力がさらに上達しましたね。はい。で、幸い、女の子たちもすごく仲良くしてくれるんで、良い人生を送っております。彼女は当分できそうにないですけど、まあね、大学楽しいですよ。だから昔と比べて性格変わったかって言われたらちょっとは変わりましたね。昔と比べたらやっぱりちょっと明るくなってます。まあ、ただ、こうやって YouTube をやっている時点で変人であることは確定なんで、まあ、変わらないものとしては変人であること、変わったこととしては、性格が明るくなった。つまり明るい変人になったと。最悪ですよね。はい。まあそんなこんなで、人生過ごしております。人生楽しいですよ。はい。まあ、ということで、本日の番組はこれで以上になります。よければですね、つうかもう今年中に絶対収益化したいんで、高評価とチャンネル登録はほんまによろしくお願いします。いや、やっぱりね、副反応辛いですよね。感染して無症状よりも絶対ワクチン打って副反応の方が辛いんですよ。まあ、これ当たり前ですけど。で、僕今まで感染したことがないんですよ。2回ぐらいね、熱出したんですけど、まあ、そんな、大して流行ってへん時にね、コロナ。2回ぐらい熱出したんですよ。熱出して、まあ、幸い発熱外来もガラガラやったんで、普通に行けたんですけど、2回とも陰性やったんで、多分俺は、コロナに、なんていうの、かからん体質なんかな、なんて思ったりもしますけども。まあね、まあ最近また流行ってきてますんで、まあ、僕もね、この夏、あちこち飛び回りたいなっていう願望はあるんで、もしね、旅先で、向こうの、ね、お医者さんの世話になったら、ね、あかんので、まあワクチン打ちましたけども。まあね、皆さんも、できる限りの対策は、しつつですね、経済をぜひ回していただきたい。はい、ということで、じゃあ、次回もお楽しみに。バイバイ。